どうですか最近クリスマスイブやけど、玉井さん、まあ、がっつり僕は体調を崩してましてね。なるほど。だからあのサムネのもう久しぶりに、ね、うん、冷えピタ張ってましたけども、ガチなんですね。久しぶりに体調崩したね。ほんまに4年5年ぶりぐらいに。めっちゃ久しぶりやん、ほんまに。うん、基本風邪ひかないんで ね、 やっぱデブとね、アホとハゲは風邪ひかないって言うと思うんですけど、そう、みんなアホは風邪ひかないって言うけどね、アホだけじゃないんですよ風邪ひかないのは。うん、うん、デブも、うん、ハゲもなんです。俺ハゲてるけど、ハゲてる。また前はその中のね、3分の2、うん、3分の2はクリアしてるんで、うん、アホとデブの方をね、そうクリアしてると思うんで、そうハゲもなかなか風邪ひかないんですけどね。うん、その玉井が風邪ひいたと。うん、そう。いや、久しぶりやったな。熱出て。うん。うん。熱出ましたね。結構、体調崩してる人なんか多い。多い。と思うんやけど。うん。多い、多い。コンサル生も結構、あ、もう熱です、みたいな人多い。風邪ひいてました、みたいな。多い、うん。うん。じゃあ皆さんもですか？クリトリの皆さんも、熱ですか？クリトリメンバー。クリトリサロンメンバーの皆さんも熱なんだな。最悪のサロンやな。何すんのクリトリサロンって。何すんだよな、まあ、人生盛大に、まあ言うてますけど、まあ、そんな 4,5 年ぶりに風邪ひいた玉井さんですけど、はい、どうやってね、もう治ったんですか？もう治りましたよ。早ない？あ、もうしんどかった。1日、丸1日、それ言い過ぎか、1日半ぐらいしんどかったけど、うん、やっぱあの外出られへんわっていう。短い。アホとデブは風邪になりにくいし、風邪なっても治るの早いんや。うん。何それ。治る早いですかな。いや、俺多分その熱、今風邪ひいたら、まあ2週間を予定しますよ。持ってかれる分は。風邪で。もうあのスケジュール帳、天風手帳。インフルでも10日やのに。インフルでも10日やけど、風邪、ただの普通の風邪で、天風手帳2週間分、あの風邪の予定で埋めます。未来ログ。あ、なるほどね。はい。ぐらい、時間かかんねん、俺なんか知らんけど。じじいなんかわからんけど。ああ。自分の、なんかみんな多分それぞれあると思うけど、自分の風邪の治し方ってない？なんか。風邪の引き方、風邪の治し方、風邪ルーティーンって人それぞれ違いますよ。あるやん。うん、そう。うん。だから、俺の風邪ルーティーンは、まあこれほんまに超有料級。うん、1日2日でグッと抑える。ほんまに有料級やんそれは。うん、あの、うん、効果は一切保証しない風邪ルーティーンとしては、まあ、とにかく、まあ、普通やな、とにかく厚着して布団かぶってで、なんかこの間というか今回風邪ひいた時はそのカイロをあの布団の中に掘り込んで、で、カイロ、ね、靴下履いて、靴下もあの貼る靴下用カイロつけて、うん、で頭冷えピタ貼って3枚ぐらい貼って、うん、で保冷剤もこう乗せたりして、で、まあ、とりあえず頭寒足熱というか、頭だけ冷やして、ね、もう首から下むちゃくちゃ熱くして布団かぶって、うん、とにかく寝る、うん、あ、普通やな。それだけですね。うん、なるほど。飯というか、飯は、うん、ポカリ。普通やな。ポカリをポカリです。いっぱい飲むんですか？ポカリじゃなくて。アクエリも飲むね。うん、アクエリとポカリ、飽きるから、アクエリとポカリと、イオンウォーターと、まあ、コンビニにあるやつだ買って、置いといて、みたいな。で、あと、あの、ビタミン1日分みたいなやつあるやん。ああ、1日分のあの、小さいやつね。そうそうそう。あと、うん、なんか、ユンケルみたいなやつあるやん。あるな、うん。ユンケル、適当に買って、需要競争みたいな。そう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 。うん、とりあえずそれ掘り込んで。うん。ね、寝る。普通やな。おあ、でも、それだけあれやな。体温は測らない。ああ、それは、なんか理由があるんですか？うん、で、測ってもいいことないんでね。確かに。苦手な症状。8度5分やんってなったら、そう、8度5分やんってなるし。そうやな。8度5分の振る舞いをしだすもんな。もう完全に熱あんの分かんねんから、うん、じゃあもう、39度でも37度でも知らんし。測らない。熱は測らない方がいい。確かに。よりネガティブになるもんね。うん。そんなぐらいかな。あとは、薬飲まない。
おお、それはテクニックじゃない？テクニック。解熱してもしゃあないんで、別に。その、解熱系も飲まないと。飲まない。その、ね、別に医学詳しくないから、マジでこれ、デタラメなこと言うけど、解熱剤は、子供が、言ったら、うん、まあ、熱出ててしんどいとかさ。あるいは、働く大人がさ、熱出てるけど仕事せなあかん時に飲むものであって、うんうん、風邪治しに行くんやったら飲んでもしゃあない。おお、と、まあ、やっぱ、っている派なんで。しんどすぎたら飲んでしまったりするもんね、ちょっと解熱系を。ちょっとしんどすぎやん。そうそうそう。うん、でもしんどすぎると。長引くだけやと思うけどね。うん。しんどすぎると寝れやんかったりするやんか。ちょっと、そもそも。そこやね。だから俺は、どんなにしんどくても寝れるんで。そうね。あの、たまに、むちゃくちゃ寝てくるんで、それせこい。うん、寝れるんで。せこい。そんなん治るやん。寝てた。うん。ほんまにほんまに。しんどないね。寝てるだけやから、どっちかって言うと。寝て起きて、うわ、しんど寝よって寝て、起きて、うん。まあ、だんだん起きてくるやん。ずっと寝てると。うん。で、また起きて、また寝て。を繰り返して。なんか、たまにメルマガかなんかで書いてたけど、48時間中40時間ぐらい寝てたみたいな。あ、ほんまに寝てたで。あ、持ってないんや。あ、うん、全く盛らずに48分の40。ぐらい寝てました、ね。48分の40も伝わらない感じになってたんや。そう。そう。48分の40の純情な、純情な感じをしてたんや。してた。ほんまに寝てた。でも、寝るが一番いいんじゃないかなと思います。確かに。いや、寝れるんやったらな、寝られへんもん、そんなに。で、寝て、あ、良くなったなってなっても、うん、やっぱ寝すぎてるから、もう体重たいし、うん、頭重たいし、みたいな。重たい。そらそら。腰とか痛ない。あ、腰痛い。うん。で、なるわな、あの、うん、そのまま、針予約して、うん。針とか、整体とか、全部一緒くたにやってくれる、いつも行ってるとこがあるんですけど、そこで、針やってもらって、うん、で、なんか、お灸とかもやってもらって、みたいな。うん。で、お、めっちゃ体軽なったってなって、で、サウナ行って、うん、サウナルーティーンして、うん、はい、元に戻ったっていう。のやってました。早っ。それでもう1日2日で、もう、はい、仕上がりって感じなんや。そうだね。でも、いつもそんな長引かへんね。すごい。長引かんマウントみたいになってるけど、なんか。うん、なんか効率よく、合理的に風邪を治しに行ってるな、確かに寝れるから、ね、最短で、多分これは。最短で、うん。うん。なるほどね。それが玉井さん、風邪ルーティーンやと。うん。うん。奥村ルーティーンはどうなん？もう俺も言っときましょうか、じゃあ。まあ、コバコバさんが元気マンですって言ってくれてるんでね。あの、まあ、ちなみに。みんな聞いてる中ね、めっちゃ元気マンですね、それは。元気マンですね。で、ちなみにまあ、元気マン。相対的元気マン。まあ、絶対的元気マンがここにいるわけですけれども。はいはい。何のマウントやね。はい、まあ、あの、セネガルね、寒くないんでね、暑いんでね。うんうん。うん、風邪ひいてないけど、風邪ひいたらもう俺たまいみたいなこと一個もできひんので、要は、寝られへんし、寝られへん。で、大体その、風邪ひいて、1日2日で元に戻った、治ったっていう成功体験がほぼない、思い返す。そんなにないんや。最短が1週間とかで。ほんまにそうな？持ってない？ほんまにそう。持ってない。最短1週間とかで、長かったら2週間、3週間なんか引っ張るみたいな。やば。だからもう諦めて、もう自分はもう風邪ひいたらもう、風邪の又三郎になったらもう受け入れて、アイデンティティとして。もう風邪込みでもう未来ログというか1週間2週間の予定を立てるんです。あ、それは立てるやん。あ、立てる。立てる。でも。いや別に寝込むのが1週間ってわけじゃないんや。あ、寝込むの1週間。でも寝込むだけでもまあ1週間弱とかなることは全然ある。インフルやん。インフルぐらいのダメージ。だから、もう一番風邪で覚えてるの、普通になんかニューヨークにおるとき風邪ひいたんですけど、うんうん、普通のね、ニューヨーク3ヶ月おる言うて、3ヶ月中の1ヶ月風邪ひいてただけみたいになってたんですけど、うん、もうだからもう、そういうとき、だいたいすごい長いドラマ見ます、日本の。あの、絶対元気マンのときに見ひんやんっていうドラマを見ます。なるほど。まあ、例えばその時みたいな。の時だけ見れる。そう。ノン元気マン、不元気マン。その時見てたのは、
そう、101回目のプロポーズとかを最初から。しかも昔のやつなんや。そうそう、の昔のやつ大体見る。なんか、今の若い子らがやってるやつ。今の NG、今の NG で。昭和の、平成の、うん。ロングバケーションとか。ロングバケーションとか。あと、知らんかな、今の時代の人知らん。あの、冬彦さんとか知ってる、あの、佐野史郎。あ、名前聞いたことある。サイコパス、サイコパス男映画、ずっとあなたが好きだったとかいう映画あるんですけど、映画ちゃう、あのドラマ、そういうのをわざわざ見たりみたいな。はいはいはい、なんか、そういうことを自分はします。へぇ、うん、で、その時は大体邦画を見ると。邦画というか、日本のドラマ。ドラマ。日本ドラマ。見て、あの、むっちゃなんか内省するというか、ああ、人生大変やなっていう、その、なんか、あえて、わざと、ほんまは絶対積極なんですけど、うん、そこは。はい、はい。あえて、あえて、わざと相対積極な感じに自分をして、それを冷やかしで楽しむやつを長いことします。うんうん、それはでもそうね、なんかする、うん、俺もするね、なんかその、わざとみたいなやつね。うん、客観的にしんどそうな時にわざとやるっていうね、うん、わざとやって楽しむ、うん、なるほどっていうね、うん、風長いルーティーンです自分